はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。朝ごはんの定番といえば皆さんは何ですか？ベーコンエッグという人もいるんじゃないでしょうか。今回はいつものベーコンエッグをちょっとアレンジしてバーベキューで気軽に作れるベーコンエッグパイを作ってみます。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのはスーパーでも普通に売っているベーコンです。 500g 入りを3パック用意しました。ご飯、焼き魚、漬物、味噌汁みたいな朝ごはんもいいですが、たまにはパンとベーコンエッグもいいですよね。皆さんの朝ごはんの定番は何ですか？もしあればぜひコメントお待ちしています。まずはベーコンを袋から出しておきます。次にグリルに並べてベーコンを焼きます。あまりカリカリにしすぎるとこの後の作業がしづらいので注意してください。適度に焼けたら一旦グリルから取り出しておきます。ベーコンを冷ます間に具材の玉ねぎをみじん切りにカットしておきます。次に先ほど取り出したベーコンを何枚か重ねて巻いておきます。巻いたベーコンを隙間がないようにスキレットに並べましょう。次に卵を割ってベーコンの隙間に入れていきます。この卵が固まることでパイみたいにベーコンがくっつきます。なのであまり偏らないように均等に卵を割っていきます。そこに全体にサラダ油を回しかけます。先ほど切っておいた玉ねぎを全体にまぶしてブラックペッパーを振ります。一度卵が固まるくらいにグリルで加熱します。その間に上にトッピングする具材を準備します。ボウルに好きなポテトチップスを入れて細かく砕きます。シンプルに今回は薄塩にしました。そこにピザ用のとろけるチーズを加えて全体を混ぜておきます。卵が固まってきたらポテトチップスとチーズを上にまんべんなく乗せて再度グリルで焼きます。チーズがとろければベーコンエッグパイの完成です。あとはお好みの大きさに切り分けてお好みで蜂蜜やメープルシロップなどをかけて食べてください。何もかけないでも十分美味しいです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はドイツのエッティンガーエクスポルトを一緒に飲んでみます。乾杯。乾杯。ドイツの本格的なビールだけど、日本の発泡酒くらいの値段で買えるのも嬉しいビールです。日本のビールを飲み慣れた人にも飲みやすい程よい苦味のごくごく飲めるラガービールです。キンキンに冷やして夏の暑い日とかに飲みたいですね。こういったベーコンなどの塩気の強い食べ物とも相性がいいです。今回撮影の兼ね合いとかでちょっとベーコンをカリカリにしすぎちゃったので、もう少し柔らかく仕上げた方がちょうど良さそうです。もしくはもう少しだけ厚めのベーコンとかを使う方がよりジューシーに仕上がる気がします。もうこの組み合わせ自体がまずいわけないですよね。ポテトチップスを他の味にアレンジするだけでも楽しめそうです。ここまで大きく作らなくてもキャンプとか家で小さめのスキレットで試してもいいと思います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ベーコンエッグパイの作り方いかがでしたか？身近な食材で作れるのもいいですよね。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ごちそうさまです。ありがとうございます。美味しかったです。